矢野勝美は、日本の構造家、大阪府堺市生まれ、日建設計東京に所属し活躍した、矢野建築コンサルタンツ代表、NPO 法人耐震総合安全機構の会長、理事、国土交通省建築技術審査委員会委員、繊維補修補強協会元、副会長、日本建築構造技術者協会会長、建築耐震設計者連合会長、 世界構造技術社会に副会長ほか多くの役職を務める。1953年日建設計公務入社。1985年に日建設計専務取締役東京本社代表。1999年退職。矢野建築コンサルタンツを設立。船橋市中央卸売市場釣り屋根広報で1967年日本建築学会業赤賞。 ポーラ化粧品五反ダビルで1971年、日本建築学会賞受賞。その他の受賞歴は、第2回ジェース歌唱など。著書に、マンションは地震に弱い、地震に強いマンションにする55の、方法マンション地震防災マニュアル、建築構造計算実例集、建築家のための耐震設計教本、新建築学大系25構造計画など。ありがとうございます。